いやー、晴れてよかったっす。もう昨日ね、結構雨降ってたんでね、どうなるかなと思ったんですけどね、よかったです。今日ね、梅小路公園前の、七条通り沿いですかね、そこのバス停から路線バスに乗って、40分ほど来たところですよ。結構ね、山道くねくね行ったんでね、もう乗り物酔いしましたよ。もうすぐね、乗り物酔いしますから、もう排ガスとか車体の揺れでもうすぐなんですよ。でね、先ちょっと降りてからお茶飲んでしばらく休憩して、ちょっとねすっきりしました。でね、バス降りるときにバスの運転手さんにね、もうめっちゃ注意されたんです。もう乗り物酔いのことちゃいますよ、この辺りはほんまに危険やからね、注意してくださいねってね、降りる間際に、ではーい言うてね返答したんですけど、ここまあまあな交通量なんですよね。さっきちょっとね、それで調べてたら、過去に死亡事故が相次いで、死亡事故が多発したことから、平成28年5月頃に交通死亡事故多発警報が発令されたっていうぐらいね、なんかそんな場所らしいんですよ。まあネットの情報なんでね、もうわかりませんよ。で、山陰道、国道9号線沿いです。正面向こうに見えるのがね、追の坂トンネル。この辺りね、追の坂峠というところで、京都市と亀岡市のもう間ぐらい、平安時代はね、まあそれこそね、こっちの国とこっちの国のもう境目やいうような感じやったところですよ。この追の坂トンネル、自動車専用と歩行者自転車専用の2つのトンネルがあるんです。で、2つのトンネルの間に結構ね、年季の入った石造りの変革があって、見てください。縁起の利往来の便っていうふうにね、書いてるんですけど、この道ができたことで遠いところとか近いところにも利益をもたらし、往来が便利になった、良くなったよっていうようなね、意味のことがね、書かれてるそうです。明治16年、1883年に松風洞という名のトンネルが追の坂峠に開通しました。で、その松風洞の北側にもう一つ、昭和8年に、1933年ですね、和風洞が開通しました。交通量の増大に伴って、1964年、昭和39年に松風洞が2車線専用のね、トンネルとして拡張して、で、和風洞はね、このトンネル開通後もしばらくの間は車道として利用されてたんですけど、京都方面行きかなの車道として利用されてたと。で、その後、こっちの北側の和風洞は今、歩行者と自転車専用になってます。だからこうやってね、歩いて行けるんですよ。でね、ここ心霊スポットっていうふうにもね、言われてるんですけど、もう全くそんな感じはもうしないですけどね。結構明るいです。昭和初期に、これ掘られたところ、掘られたっていうかね、開通したそうなんですけどね、そんな古くも感じないですね。まあ補修したのかもしれないですけど、まあ、非常に歩きやすくて、こんな変な雰囲気もないですね。まあ、このトンネルが開通する前は、まあ、峠を越えなきゃいけなかったんですけど、ただね、この峠道、歴史的に重要な交通の要地やったみたいで、平清盛は保元の乱において、追の坂を軍勢で固めて、不審者が京の都から出入りするのを防いだ、監視していたっていうふうにも言われてます。また、源の義経は一ノ谷の戦いで丹波篠山を経由して播磨摂津に進軍したし、足利尊氏は篠村八幡宮に戦勝祈願を行って神楽屋を献上して、追の坂峠を越えて鎌倉幕府の六波羅探題へ攻め入ったというようなことも言われてます。でね、明智光秀は本能寺の変の時にこの追の坂を東へ下って本能寺へ向かったっていうふうにも言われていて、ね、このようにね、もう歴史上登場する主要な峠道っていうふうにね、いうふうに言われてます、知られてますよ。この追の坂峠の追の坂についてなんですけど、様々な苦難に耐えながら年を重ねることを、坂を登ることに例えて、老いの坂を越えるとか、老いの坂を登るっていう風なね、
表現をしたっていうふうに言われてるんですけど、この峠にある大江山の大江が大井と読まれて、で当て字で老いの字が使われたっていうような説もあります。まあその両方の説が正しいかもしれないし、まあ正しくないかも、それは分かんないですね。なんか調べるとね、そういうことがね出てきましたね。面白いですね。あとね、桂川と合流する淀川水系の小畑川の水源っていうのがね、この老野坂峠の付近やいうことはそうですよ。昭和8年、昭和初期に開通したとは思えない、結構綺麗なトンネルですよね。でここをね通り抜けて向こうもうそろそろ見えてきますけど、老野坂峠の東側まで来たっていうことですね。亀岡市と京都市の境目、まあギリまだ亀岡市っていうところですかね。 Google マップ上ではこの峠の上にはね老野坂城跡があるっていうことになってるんですよ。お城の跡がねあるみたいですね。まあそのね老野坂城っていうのはね、あの当時工場的な城ではなくて一過性の城やったっていうことらしくて、現在その城跡はあの西山霊園とかあの畑とかなんかそういう風になっているみたいで、あの山陰道のねすぐ北に位置する黒川が本丸であったんじゃないかっていう風にもね言われていて、でねその腰黒川らしい跡も残ってるんですよ。まあ、黒川っていうのはあの城を構成する区画の一つで、石垣とかお堀とかで仕切られたあの平坦な部分、あの通路になってたりとか櫓が建てられたりしているまあ、あの部分ですよ。でも腰車は一段下の車のことを指したりしていることが、まあ、多いような気がしますね。まあ、そういうねあのお城の車らしき跡が残ってるっていうことなんですよ。ちょっとねこの辺で振り返ってこう上の方を見てみてももう分かんないですねこれね。全然もう木々が生い茂っていて、まあ、でも上にあったんでしょう、ね、今回はねちょっと目的地ではないのでちょっと行かないですけど、目的地向かう前にですねちょっとねバスの時間だけ見ときたいと思います。このね老野坂峠のバス停からねバスに乗ってね帰りたいと思うんですけど、ちょっとね見てください、この時間帯1時間に1本だけしかバス通ってないですね。乗り遅れたらまた1時間待たなあかんというようなところですから、ちょっとその辺だけね頭に入れて目的地まで向かいたいと思います。今老野坂トンネルのね東側、峠の東側にいてるんですけど、この国道9号線あるでしょ、この挟んで向こうのあの枝道に入っていきたいと思います。結構ねただ車がね、車の往来が結構激しいんですよね。ここをね、さっと走って渡らないといけない。信号がないので、ちょっと怖いですけど、隙を見計らっていきたいと思います。ふぅ、もう、これ、こういうことなんですね。あのバスの運転手さんが、気をつけやーって言うてくれたんですけど、まあまあ怖いですよこれ渡るのが。結構なスピードでねビュンビュン走ってきますからね、万が一ねこれ、途中で足もつれてこけたりしたらもうすぐ引かれそうですよ。トレッキングコースにもなってるんですね、この山陰道こう国道9号線から南に入ったところのこの細い枝道、山道と言いますか。もうでもね空気が澄んでますからね、歩くのにはねちょうどいい感じですよ。ちょっとねあの夕べ雨降ったせいもあってちょっとね気温は低いですけど気持ちいいですね。歩いてたらねあったかいですし、あそうそうここのねこの通り沿い廃墟があるんですよ。めちゃくちゃ有名な心霊スポットで有名なあのモーテルサンリバーっていうね廃墟の建物というか、なんというか
超心霊スポットらしいんですけど、まあでもね、今日それがテーマじゃないのに、もうこの、その通り沿いを歩かないといけないというか、まあその通り沿いを選んだんですけど、いやー、これね、もう向こう見えてるでしょ？あの建物、あの辺のね、並びがずっとこう、この道沿いにあるんですよ。全部廃墟なんですよ。なんかね、一説によると、昔、なんていうんですかね、殺人事件が起きた現場とかね、そういう噂が、ほんまかどうか知らないですけど、そういうのがあって、なんか女の人が、お亡くなりになったっていうことで、幽霊とかが出るそうなんですよ。もうすんごい落書きしてる。なんかね。さっきの道沿いのあの行灯もなんかすごい雰囲気出してましたけど、いや、これなんか倉庫が並んでんのかなと思うんですけど、これ一応お泊まるところなんですよね。モーテルになってるっていうことなんでね。で、若い女性が殺害されるという殺人事件が起きた。で、新聞にも載ったっていうようなことがネットに書いてあったんですけど、ほんまなんでしょうかね。知らんけどね。まあね、この目的地へ向かう道の途中にありますから、もうしゃあないですよね、これね。見てしまいますよね。こんな荒れ果てたこう廃墟。これ結構ね、YouTuber の人たちが撮影に来たりもしたりしてるみたいなんですけど、僕はもういいですわ、こういうところは。ねえ。この道全然人いないですね。出会わないですね。いやー、心霊スポットがね、今回の目的の地じゃなくて、今回の目的の地は、首塚大明神です。この老いの坂峠、山陰道国道9号線の道沿いに、南への枝道があって、そこをね、こうやって通ってきてるわけなんですけれども、以前、連大脳の動画で、土蜘蛛を退治する頼光四天王の話をしたんですけれども、また今回ね、頼光四天王が登場します。で、以前のその連大脳の動画の時にコメントいただいたんですよ。また次回どこかで頼光四天王のお話してくださいっていうようなね、コメントをいただいて、まあいつかしますとかってね、ずっと気になってたんですけれども、やっとね、今回その頼光四天王のお話2回目させていただきますよ。この道通りながらね、ちょっとお話しますよ。時は平安時代、源頼光とその家来頼光四天王たちは酒呑童子という鬼を打ち果たし、その首を持って京の都に凱旋するというようなことになったんです。そしてこの教会の老いの坂峠で一休みしていた時、鬼の首は不浄なので都に入れるなっていうふうなね、子安地蔵のお告げがあったんです。安産を守護する子安地蔵が、都に鬼の首を持って入ったらあかんよ、もうやめてや、言うてね、言うてるんですけれども、数々の妖怪鬼を退治してきた四天王、その中でも力自慢の坂田金時、金太郎っていうね、名前の方が有名かもしれないんですけど、まあそんなね、マサカリ担いだ金太郎こと坂田金時は、いやいやいや、もうそんな心配いりませんって、俺たち無敵やねんから、なんかあっても大丈夫やって、俺たちが守りますせ、言うてね、お地蔵さんの言うことね、無視して持ち上げようとしたんですよね、この首をね。そうしたらね、どうしてもね、この首が持ち上がれへん。いや、なんかめちゃめちゃ重たなってるやん、なんでな。あかんよ、持って入ったらあかん、言うてるでしょってね、お地蔵さん言うてるんですか。マジか、もう全然持ち上がらへん。親方さん、もうどうしましょう、首持ち上がりまへんわ、ってね。なら、まあ、頼光も、まあ、お地蔵さんがそう言うてるんやから、もうやめとこうか、バチ当たるの嫌やし、ってね。もうちょっと頼光はね、ちょっとそういう信心深いところもあるんで、もうバチ当たるの嫌や、
ってね、まあ仕方なく金太郎もね、ここに酒呑童子の首を埋めて塚を作ることにね、まあまあ渋々ではありますけれども、ここは賛成しておかないとね、まあ親方さんの面目もありますから、まあ賛成しますということで、みんなでここでもうちょっと土掘って、ちょっと首埋めましょうか言うて、みんなでこうやって掘ったんですよ。もうどんだけ掘ったらいいんですか親方言うて、いやもうちょっと掘った方がいいやろって言って、まあ結構深い目にこう掘って、こう首を入れて土をかぶせよう思ったら、いやいやもうちょっとなんか角まだちょっと出てるやん、もう一回ちょっとやり直し、もう一回掘り直して言うて、またこうやって掘り直して、これぐらいやったらいけるかな言うて、こうやったら、いやでももうちょっと掘っとかんと、もう犬がもう一回ね掘り起こしたりしたらあかんしって言うて、まあ結構深く掘って、まあ土をかぶせて盛り土をしてですね、塚にして、もうここで祀っときましょうということでやりました。まあこれはね、日本特有の考え方、宗教観なのかもしれないんですけれども、生きている時は、妖怪だったりとか化け物、鬼、それからすごい大悪党であってもですね、死んでしまうとそこからですね、全て仏、神というふうにねして崇め祀るんですね。そうして酒呑童子も同じく死んでからですね、こうやって首を埋めて祀られて、首から上の病や厄に対してご利益があるというような形になった。まあ実際なんかもうちょっとそんな掘り直したとか、いやもうなんか掘りが甘かったからもう一回やり直しましたとか、そんなことは知らないんですけどね、もしかしたらそういうことがあったんかなって想像しながらもうお話ししてます。これがね、この首塚大明神の始まりです。さあ亀岡市と京都市の境目までやってきました。正面に石標が立ってますね。ここがね、国境だったんですね、昔は。見てください。これより東、山城の国と刻まれています。ここから向こうが山城の国。今までずっとね、丹波の国を歩いていました。ここで国が変わります。で、この石標なんですけれども、道の反対側にも同じ石標が立ってたそうなんですけれども、今はこの一基のみなんですね。俺ね、もう一基はね、京都の国立博物館に寄贈されて、その庭に移されているというようなことらしいんですよ。この教会のね、石か向こうが京都山城、西が丹波の国、そうやったんですね。当時老の坂峠の頂からは淀や伏見が見渡せたらしくてですね、西に向かえば山崎から備中方面、東に向かえば都やったと、そういうことやったんですね。今でもね、こういう石標が残っていて、立っているというのがね、まあなんともエモいというか、そういう気持ちになりますね。さあもうすぐですよ、首塚大明神がもう見えてきます。見えてきましたね、鳥居が見えてきましたね。あそこですよ、存在感ありますね。当時ね、史上最強にして最悪な鬼と呼ばれた酒呑童子っていうのはね、どんな鬼やったんでしょうね。時は一条天皇の時代ですよ。当時の平安京は栄えていたんですけれども、安定した暮らしができたのは摂関貴族というごく一部の人たちだけですよ。庶民の暮らしは貧しく荒廃して、不安や恐怖が世の中を覆っていたんです。そうした中で、ね、政権に逆らったのが酒呑童子やったんですよ。京の都から若者がね、次々と神隠しにあった。それはね、あちこちで暴虐の限りを尽くして人々を震え上がらせた酒呑童子の仕業やったんですよ。酒呑童子の生まれは平安時代、出生説はね、諸説あるんですけれども、まあ、越後の説ではね、幼名を下道丸という名前やったそうなんですよね。新潟県の国城寺の稚児になりました。それはもう絶世の美少年で、多くの恋文をもらうんですけれども、まあね、もうモテてた人っていうのはね、まあそうなんでしょうね、もう読みもせずにもう焼き捨ててしまうと
いうような、もう僕らみたいなね、ちょっとそうではない人間からすると、もうそんなラブレターみたいなもらったら、もう大事にもうね、持っとくんですけれども、もう酒呑童子は違いますよ。もう日に日にね、そうやってね、毎日毎日いろんなところからもうラブレターもらうもんですから、もうそんなものはもうええと、読みもせずに焼き捨ててしまうということをね、していた。そんなことをね、していたために、したためた女性たちの執念がね、煙となってこの外道丸を取り囲みました。するとね、どうなったんですかね。美少年の頭からは角が生えて、口には金色の牙。とうとう鬼になってしまったんですね。その後、山を転々として最後に大江山に住み着いたっていうふうに言われてます。またね、別の説では、鍛冶屋の息子で母の体内で16ヶ月過ごしてから生まれると、すぐに言葉を話し、4歳の頃には大人並みの知力と体力を持つ天才児であった、神の子というふうにも言われていたそうです。しかしね、そんな我が子に恐れを抱いた両親は彼をね、山に捨ててしまうんですね。幼い外道丸、酒呑童子は各地を放浪するようになりました。そしてその途中でね、ちょっとね、小悪党のこのね、邪悪な和尚、住職の弟子になって学んだ法力で鬼と化し、人々を襲うようになったっていうふうにもね、言われてます。そんな外道丸、酒呑童子は京の都でたびたび暴れ回って人をさらっては都の人々を震え上がらせていたんです。そこでね、朝廷は数々の化け物退治をして、信頼も厚い源頼光に鬼退治を命じました。ちょっと頼光くん、相談やねんけどね、最近都で好き勝手に暴れ回ってるあの鬼、酒呑童子、あれなんとかならんかね。民衆の間でも結構な噂になってるし、まあこのままやったら朝廷の信用もなくなってしまうやん。ねえ、頼光くんはいろいろと化け物退治してますやろ？ちょっと懲らしめてきてくれはらへんやろか。言うてると、こないだから宮中の警備も任されてるしな、どうしよっかなーって言ってね、どうしようかな、やらへんって、こんな名誉なこと、なんとかしてよ。いうわけで、源頼光は来光四天王を率いて酒呑童子の討伐に向かいます。来光四天王っていうのはね、頼光が選抜したよりすぐりの武将たちで、渡辺の綱、坂田金時、浦部の末武、臼井貞光、こういうメンバーやったんです。酒呑童子が大山を根城にしているっていうことはね、事前の情報で知ってましたから、そこへ突撃してやろうっていうふうにね、向かいました。これまでも数々の強敵と戦ってきたとはいえ、配下の数も多いという、その酒呑童子に正面から立ち向かっては、まあ勝ち目が薄いということを考えて、源頼光たちは山伏をね、修験者に化けて、ひとまず友好的に近づこうかということにね、そういう作戦をね、立てました。こんにちは言うてね、尋ねたわけですよ。酒呑童子はね、このね、親しげに近づいてきた頼光たちをね、もう疑ってたんですよね。もうどちらさんですか？ちょっとね、見えひん顔やですな、って。もしかして、こっち、攻撃しに来たんちゃうか、言ってね、疑われてたんですけれども、試しにね、都からさらってきた姫の生き血を絞って、ウェルカムドリンクとしてね、出すと、頼光はね、平気な顔してね、飲み干すんですよ。ほう、なかなか美味しいですな、言うて。ありがとうございます、ってね。ほんでね、じゃあこれはどうや、というふうに、酒呑童子はね、家来に命じて、さばいたばかりの人肉を出してみても、これをまた平気な顔で食べてしまう。まあ、それを見て、気を許した酒呑童子は、頼光が土産に持ってきた、人弁既読酒っていうね、お酒を飲んでしまったんですね。ところが、このお酒は鬼には毒となるお酒なんですね。酒呑童子は体がしびれて動けなくなってしまう。このね、人弁既読酒っていうのはね、頼光一行が大江山に向かう途中で、このね、住吉明神、石清水八幡宮、熊野権現の神々が翁の姿で現れて、これをね、酒呑童子、あ、酒呑童子じゃない、このね、
頼光に授けたもので、頼光らがねそれをね飲めば強い力を得るんですけれども、鬼が飲むと逆に力を失ってしまうと、そういうものなんですね。都合のいいもんです。酒呑童子は鬼なのでね、ガクンとね意識朦朧の酩酊状態になってしまうんですよ。配下の者もねグーグーって言ってね眠ってしまうわけなんですよね。その隙に頼光らはね甲冑に着替えて、今までねちょっとね修行僧みたいな山伏みたいな格好してたんですけど、今のうちやちょっともう着替えるぜ臨戦態勢や言うてね、すぐに甲冑に着替えて酒呑童子の首をね叩き切ることに成功するんですよ。まあしかし酒呑童子は首だけになっても頼光の兜に食らいついて、鬼に王道はない邪道はない言うてね、騙し討ちにしたい頼光らをね罵りながら説明したということなんですね。鬼の方が正直もんやねんでということをねアピールしましたけれども、でも結果的に人々の迷惑ねなってたんでね退治されました。これにて悪名高き酒呑童子の命運は尽きることになって、冒頭の話に戻りますけど、頼光とその家来頼光四天王たちは酒呑童子という鬼を討ち果たし、その首を持って京の都に戻る途中、都との境界であるこの老の坂峠で休んでた時に、鬼の首は不浄なので都に入れるなと、お地蔵さんのお告げがあって、この地に首を埋めて塚を築いて祀った、そういうお話やったんですよ。この祠の裏にね、首を埋めたっていうね、塚があるそうなんですよ。ちょっと確認してみましょう。柵でね、囲われてますね。この柵の内側が塚になってるようなんですよね。まあ、確かに盛り土というか、ね、中央が小高くなってますね。その当時、頼光とその家来頼光四天王が一生懸命土を掘ってですね、ここに酒呑童子の首を埋めたんですね。土掘ってる時、頼光もちゃんと手伝ったんでしょうかね。なんかねその辺ちょっとまた気になったりして、やっぱり家来たちだけで掘ったとかそういうことなんですかね。それやったらまあ四天王みんな内心ちょっと頼光さんをちょっと掘るの手伝ってほしいわとか思ってたかもしれないですね。でも頼光はねもうそんなん、いやもうちょっとご飯食べる前にって汚れるの嫌やったから、ちょっといろいろ言い訳して見張りしとくわとかね、なんかわけわからんこと言って家来たちだけに掘らせたかもしれないです。それに対してもね、いやもうそれもう鬼退治を終わった後で見張りとかいらんやろとかね思われたりなんかしてね、渡辺の綱あたりはねそんなこと思ってたかもしれないですよね。まあ全部想像ですけどね、まあ、なんかねそんなことを思いながら掘ったかもしれないですよ。手伝いもせずにね、掘りが甘いとかね、犬が掘るかもしれんからもっと深く掘れとかね、なんかいろいろ指図はしたと思いますよ。まあでもね、会社でもそうですけど、上下関係があるとね、必ずそういうね、すれ違いというかね、そういうものは起こるもんですから、当時もね、なかったとは言えないですよ。まあお互いいろいろと思うことはあったにせよ、化け物鬼退治するというね大義名分のもと集まってますから、四天王たちもね鬼退治をね見事成し遂げたことのこの名誉と比べると、まあ穴掘るぐらい、まあ、まあどうってことなかったのかもしれないですよ。でね、この鬼退治の伝説で少し気になったことがあるんですよ。今昔物語集の一部に大江山の盗賊のお話が出てくるんですよ。もともとこの辺りは久上美濃笠という先住民が暮らしていたところだったんですけれども、渡来系怪人族やったと思われるその一大勢力を朝廷が主体となって征服したっていうことはね考えられるんですよ。でこの数百年経って頼光の時代にまだその勢力が残っていてですね、でね、頼光の派遣っていうのがもう俄然重要度を増してきますね。この反対勢力の討伐こそ朝廷にとって最優先、この朝廷の守護をね辞任する以上討伐は必要不可欠ですから、
それを成し遂げたっていうのがね、またこれはね、もう頼光っていうよりもね、この渡辺の綱とかのね、この有能なね、家来たちやったんですよ。まあ、結果としてね、主君である頼光の名を高めたっていうね、いうことも考えられます。まあ、それがね、鬼退治の物語へと変わっていったんじゃないかっていうふうにも言われてるんですよ。まあ、それがね、本当やったとしても、この敵勢力である、その相手の首をですよ、このね、塚を築いて埋めて、こうやって祀っているっていうのもね、またこう日本らしいですよね。やっぱりね、日本人のね、この古来の考え方っていうのはね、やっぱ素晴らしいなと思うのが、やっぱりこのいくら悪人であっても、善人であっても、それが化け物や鬼や妖怪であっても、死んでしまえば全て仏、全て神。逆に言えば、神や仏っていうのは、許しやったりとか、そういう天国やったり極楽浄土へ行くために、こう祈ったりする対象でもありながら、恐ろしい存在でもあるがゆえに祀るんですね。まあ、むしろね、こう亡くなった後っていうのはね、もう善も悪もないんですよね、多分。亡くなってあの世へ行くと、自他の別もないっていうことをね、聞いたこともありますよ。いやー、でもね、今回酒呑童子、鬼の首を埋めた首塚大明神にまつわる伝説、皆さんどうでしたか？伝説はね、こうして伝承されていくんやなっていうことをね、思いましたよ。よくね、その伝説は創作ですよとかね、言う人おるんですけど、いや、その伝説には元になる出来事が、そういうのが実際あったんですよっていうふうにね、言いたいです。敵勢力のことを鬼とかね、病気のことを妖怪やっていうふうに言い換えたりしたんですよ。またその他多くの伝説の裏には、すべからく伝説になり得るような元になる出来事があったんじゃないのかなと、そういうふうに感じました。ここには実際何かしらの首が今もずっと埋まってるのかもしれませんよ。ええ。まあ、でもね、今回の動画はこれで以上となります。この動画がね、いいなと思ったら、チャンネル登録、高評価ボタン、ぜひよろしくお願いしますよ。皆さんの心には何が残ったんでしょうか？ではまた。ではまた。